これをこうしてこうしてこれをこうしてちょっと待つ。ほんでこうしてこうよ。どうも充電の奴隷でございます。毎度毎度言っておりますが、僕たちガジェッターというのはですね、常にこう充電という大きな課題に立ち向かっているわけでございますけども、一番充電する機会が多いのはやっぱこれだと思います。こちら、iPhone 14 Pro かな、スマートフォンですよね。こと iPhone っていうところで言うと、充電に関しては最近ね、このマグセーフっていうね、こうやってマグネットでくっついてくれて無線充電ができるよっていうね、あの機能があるわけでございますけれども、ここにケーブル伸びてますよね。でこのケーブルってやつも結構厄介で、あのデスク作ったりするときにみんなケーブルマネジメントすると思うんですよ。配線とかすると思うんですけど、このケーブルっていうのはやっぱりね、こう美観を損ねる。いっぱいこうやっぱ胸の伸びてるとみっともないというところで、充電とか電源取るっていうのはこのケーブルとの戦いでもあるわけですよね。でそこをねどうにかしようとした製品が、今回のこれでございます。こっちが、プレリュード XS っていう、もので、こっちがプレリュード X っていうものです。こっちの XS っていうのはこうプラグがついてて、はい、でこれを、コンセントに挿して、でこっちの X っていうのはモバイルバッテリーです。マグセーフ対応のモバイルバッテリーなんですけれども、なんとこのモバイルバッテリー自身の充電をこのね XS の方でこうやって無線でやっちゃうよっていう製品です。なのでこっちは充電器の、充電器なわけですけども、ここが本来有線だったのを無線にしましたっていうのが、今回の製品のユニークなところです。これだけでもすでにここにケーブルが一本もないんで、かなりいいなというところなんですけども、このモバイルバッテリーの方はもう少し機能があって、これ iPhone ですよね。で iPhone ここボタンを押してポッてやると、はい、充電始まりますなんですけど、この裏側ですね、裏側も実は無線充電器があって、はい、今ポーンって言ったの分かりましたかね。これ AirPods Pro を充電してます。なので両面に無線充電器がついてるんですよね。片方はマグセーフ、片方は普通の、ワイヤレス充電って感じで、ちなみに言うと、マグセーフ側が 5W、 裏面が 3W っていう感じなので、早くはないけど、最低限のスピードは出るといった感じですね。なんならこの状態からこうお尻に USB-C 対してるんですよ。なのでここにこのね付属のきしめんみたいなね、このきしめん型のブランドロゴが入ってるこの USB-C ケーブル挿して、で反対側これ Nothing Phone 2ですけども、なんか挿してあげればこっち今充電始まりましたという感じで、このモバイルバッテリーの両面とさらには USB-C 端子を使って同時に3つ、充電ができているとも、作り出せるよというような話ですね。とはいえこの状態だとこの裏面のね AirPods は、結構遊びがありますし、これ iPhone を捨てたまま使えないから、これはこの状態でしか成立しないっていう制約はあるんですけども、間違いなくこういう使い方もできます。あとはこっち XS の方なんですけども、これは充電器の充電器なわけですけれども、これ一応こっちにもお尻に USB-C ケーブルついてるんで、本当に速度を要求したい、早く充電したいって時はこれを AC アダプターとして有線で、スマートフォンとかを充電するという使い方もできます。ちなみにこっち XR っていう、でっかい、モデルもあります。ちょっとね太っちょになってますけども、こっちが、5000mAh、 こっちが、10000mAh のモデルで、でこっちのちっちゃい方が、僕の例えば14 Pro とか13 Pro とかをだいたい7割ぐらい充電できるぐらいの容量です。で、1万mAh だったら1回フル充電してもまだちょっと残ってるぐらいの、容量ですね。でちなみにこの無線充電器を無線で充電する場合の充電速度なんですけども、これ 5000mAh はこの白い方を空っぽにして、で壁のコンセントでこうやってやって、だいたい3時間弱ぐらいでいっぱいになったと思います。なので黒い方だと単純計算で6時間ぐらい見た方がいいのかなという感じで、毎日使うとなると、充電時間には多少余裕を持ってあげた方がいいと思います。あと本体の感じ見ていこうと思うんですが、この外周ですねがアルミのちょっとねマットな感じになってて、汚れたりしませんね。あともつかない感じで、これ両面が、ガラス張りになってますね。結構ツルツルした綺麗なガラスの表面になってて、質感も高いと思います。裏にはですねこういう感じでキックスタンドが、はい、見えるかな、ついてますんで、こういう感じでこれで iPhone をこうやってこう立てておけると、
こういう質問できるし、こういうふうにもできると。まあ、本体でいうとこのキックスタンドはちょっと取り出しづらい。ここにあのマグネットが入っててピタッとね収まってこう遊んだりはしないんで、そこはいいんですけど、若干ちょっとやっぱこう爪が浅くて毎回こうこの爪を持って帰るんで、ちょっと出しづらいかなとは思いました。あとはあのマグセーフ使ったことある人は分かると思うんですが、これ iPhone 本体もモバイルバッテリーの方もまあ熱くなります。発熱をします。なのでまあその辺注意してください。で同様にこのモバイルバッテリーをこう無線充電してる時も結構このバッテリー自身熱くなりますので、まあ、その辺ちょっと気をつけてください。で大事な大事なお値段ですけれども、今これ幕開けでキャンペーンやってて、7月30日までやってるそうです。でこの充電器の充電器 XS の方が、6510円っていうのが今一番、安いプランですね、残ってるのが。でこっちプレリュード X の方が、8230円ですね、 5000mAh のモデルで、1万mAh の方 XR の方が、1万160円となってますね。まあ、なので他社の同じ容量のマグセーフモバイルバッテリーと比べると、まあ、大体 10% から 20% ぐらい高いかなといった感じ。あとはまあこの充電器自身にも、まあ、6500円かかってくるっていうところは結構コストではありますね。まあ、その代わり、ケーブルなしで、モバイルバッテリーも充電できるとか、あとはモバイルバッテリー自身も両面で、充電ができるとか、まあそういうところになってくるかなと思います。まあ、僕個人としては結構ね使ってみて気に入ってはいます。若干高いとは思うんだけど、こうケーブルがないっていうことがそもそもかなりね大きいんですよね。僕家ではあのマグセーフ充電器スタンドでずっとこう iPhone 充電してるんですけども、ケーブルが遊んでなくて定位置があるっていうだけでかなりこうなんかスタイリッシュに見えるみたいなところがあるかなと思ってて、でその定位置をまずは壁に作ってくれるっていうのと、それに加えてモバイルバッテリーの充電も一緒にできるっていうところがやっぱちょっといいかなと思ってます。まあ、運用としては、まあ、一番コンパクトなのはまずこれをお家の壁のコンセントに挿す。で外から帰ってきたらまずこのモバイルバッテリーをまずこうつけてあげて、で iPhone 暇になったら iPhone もここにつけておいてあげるっていうんで、 iPhone とこの充電器両方充電しといて、で朝になって出かけるってなったらこれごとひっぺがして持っていくっていう、まあ、この感じが一番いいのかなというふうに思いますね。でここにこうケーブルが全く介在していないっていうこの事実はまあ結構いいんじゃないかなとは思います。という感じで、これは、ビザレルかなの、プレリュード XSXSXR という、充電器のシリーズでございました。7月30日まで幕開けで、キャンペーンやってるところなので下のリンクからチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。